こんにちは、ミッキーです。今回はレトロな空間と絶品スイーツ、錦糸町カフェ5000をご紹介します。錦糸町、亀戸、副都心として東京都が策定した7カ所の副都心にも指定される錦糸町。副都心というだけあって中心部へのアクセスも良好な場所として再開発も進んでいます。私自身普段なかなか降りない駅なのですが、実際に訪れてみると駅周辺に商業施設が充実していて、暮らしていく上でも不自由ないように感じる場所でした。もともとの下町感あふれる空間だからこそ、レトロな喫茶店やこだわりのカフェ空間が多いのも特徴的です。今回の特集ではそんな錦糸町にて注目すべきカフェをピックアップしましたので、ぜひカフェ巡りの参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのはニットさん。昭和レトロな純喫茶で驚くほど厚みがあるホットケーキを頬張る幸せな時間を過ごせる空間です。創業50年以上の歴史を感じる喫茶店ニットには、いつも幅広い世代のお客さんが懐かしさを求めて遠方からも足を運んでいます。昔ながらのショーウィンドウにはナポリタンやパフェのサンプルが飾ってあります。こちらのお店はもともとセーターを製造する町工場だったそう。東京の下町が過去にもご紹介しています通り、そういった手作りの職人魂が込められている場所がたくさんありますので、こちらニットさんもその一部だったのかなと思います。そんな町工場だったこちらのニットさん、時代の流れにより昭和41年に喫茶店を開くことになりました。せめて名前だけでも残したいと店名をニットにしたところからこちらの店が誕生しています。そしてお店の扉を開けますと中は広々としていまして、革張りのソファー席がずらりと並んでいます。壁紙のデザインや照明の形はどれも懐かしいデザインになっていまして、暖色の照明が静かで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。お店の男性スタッフさんの制服を見ますと白シャツに蝶ネクタイ、そしてその上にはお店の雰囲気にもぴったりなワイン色のニットベスト、こういった服装からもお店の歴史を垣間見ることができます。そしてこちらニットさんでの注目メニューはホットケーキ。お客さんの声に応えながら柔軟にメニューを増やしていく中で人気メニューのホットケーキは誕生しました。シンプルにでも丁寧に焼き上げますホットケーキ、まずは銅板の中に乗せられたマリー専用の型に生地を流し込みます。そのまま20分じっくりと焼いていき、裏返してからその型を外し丸く形を整え、さらに5分焼き上げています。そのため今回ご紹介しますホットケーキセットは焼き上がりまで40分くらいかかります。なので訪れる際には時間に余裕を持つことをお勧めします。もちろん人気メニューはホットケーキですけれども、他にも注目メニューはたくさんございます。トーストについてもハムトーストや卵トースト、野菜トーストやチーズトースト、ツナトーストと様々な種類がありましたし、他にもビーフカレーやスパゲッティ、ピラフやオムレツ、焼きそばに焼肉ハンバーグ、ビーフシチューなどなどたくさんの種類がありましたので、まずは今回ご紹介しますホットケーキセット試しつつ、2回目以降はこういった他の喫茶店メニューも注文してほしいです。さてこちらが今回いただきましたホットケーキ。お皿に乗ったホットケーキの厚みはなんと2センチ。そのホットケーキを2枚重ねていますので、とても高くてふわっとしたホットケーキが出来上がっています。上にはちょこんとバターが乗っかっていて、焼き色も美しく、生地の香ばしい香りとバターの豊かな香りが何とも幸せな気持ちにしてくれます。外はパリッと、中はふわふわの食感、バターやシロップがよく染み込んで、見た目と裏腹にペロッと食べることができます。ぜひこちらのニットさん、昭和レトロな素敵な空間とともに過ごしてみてください。続いてご紹介しますのはコーヒー味方さん。昭和から続くレトロで素敵な雰囲気のお店で、ずっと変わらない定番の喫茶店ランチを楽しめるお店です。コーヒー味方は入り口の商品ケースにメニューのサンプルが並び、昭和の喫茶店がそのまま残り懐かしい雰囲気を味わうことができるような空間です。
こちらのお店に関しましても、先ほどご紹介しましたニットさん同様、昭和レトロな雰囲気を感じることができまして、もちろん被るメニューもあるんですけれども、お店の中の雰囲気も味付け自体もちょっと違いますので、そういった違いも感じてみてほしいです。さて、中に入りますと天井にはきらびやかなシャンデリアが飾られまして、ソファー席がずらりと並んでいます。特にユニークで今珍しいのが、テーブルがゲーム機になっているところ。テーブルごとでもそのゲームの種類も異なってきますので、まずは案内された席を確認していただいて、2回3回と訪れる中でそのゲームの違いも味わってみてほしいです。さて、メニューのご紹介をしますと、もちろんコーヒー味方という名前の通り、コーヒーは注目ですけれども、リンゴ、バナナ、みかんやチョコレート、そしてバニラアイスが乗ったカラフルでボリューム満点のレトロなパフェも今は人気です。そしてボリューム終わって懐かしい定番メニューの喫茶店ランチを楽しみに来られるお客さんも多いとのことです。ランチのセットとしましては、昔ながらのトーストやサンドイッチ、ナポリタンスパゲティやオムライスや豚の生姜焼き定食もありまして、気取ることのない喫茶店らしい、なんだかホッとするような味わいだと喜ばれています。ドリンクメニューとしましては、他にもミルクセーキやレモンスカッシュ、クリームソーダがございまして、ソーダのメニューに関しましてはフロートにすることもできます。フロートはプラス100円でバニラアイスをつけてくれますので、そういったドリンクメニューもフードメニューと合わせて楽しんでほしいです。他にも喫茶店でありながらビールや焼酎、ウイスキーの提供もありましたので、お酒を飲みたい方にもおすすめな空間になっています。さて、こちらがこの日に注文しましたハンバーグサンド、そしてブレンドコーヒーです。ハンバーグサンドはこちらの店の人気メニューになっていまして、お店の厨房で手ごねして焼き上げたハンバーグをサンドしたメニュー。ハンバーグはジューシーで柔らかく、味も量も大満足でございました。そんなハンバーグサンドなんですけれども、パンに関しましては耳ありと耳なしから選ぶことができます。ボリューミーにいただきたい方は耳ありを、ハンバーグの味を十分に楽しみたい方は耳なしを注文していただいて、その味わいに触れてみてほしいです。続いてご紹介しますのは、すみだコーヒーさんです。こちらは食べログカフェ100名店2022にも選ばれる錦糸町の名店。地域の人たちに愛されるカフェで、歴史ある江戸切子のカップに入れたこだわりの一杯をいただくことができます。こちらの店、2012年に気軽に美味しいコーヒーが味わえて心地よい社交場を作りたいという店主さんの思いが形となってオープンしました。それまでの飲食店立ち上げに関わる仕事で偶然訪れた喫茶店で衝撃的に美味しいコーヒーに出会ったことから、喫茶店を始めようと決めたとのことです。店名にありますすみだに関しましては、もともとお父様が古くからガラスメーカーを営んでいた町。せっかくこの町でお店をやるならば、伝統工芸である江戸切子を日常で楽しむ場所を提案したいと、そういった思いで温かい飲み物も楽しめるカップを職人さんたちと一緒に開発したということです。実はこちらのお店がある建物は、もともと造り職人さんたちの作業の場だった古民家。そんな古民家をリノベーションして、2階まで吹き抜けに、1階の入り口は誰もが気軽に入りやすい木の枠組みでできたガラスの引き戸になっていまして、中からも街の様子を眺めることができるように工夫されています。そして、いつもスイーツの焼ける甘い香りやコーヒーの香りが漂っている、そんな空間です。メニューはどれもシンプルだけど、丁寧にこだわって作られたものばかり。この日はすみだブレンドに加えまして、モカチーズケーキを注文しました。こちらのモカチーズケーキはこだわりのコーヒーを使用してベイクドケーキなのに、見た目よりも濃厚でしっかりとした食感が楽しめ、食べ応えがあります。合わせていただきましたすみだブレンドは、その日の気分で深入り、やや深入り、浅入りの3種類から選ぶことができます。ハンドドリップのコーヒーをこちらの伝統工芸の江戸切子のカップでゆっくり楽しむことができます。他にも軽食やスイーツは日替わりの焼き菓子が特に人気になっていまして、タルトやマフィン、クッキーサンドなど、どれも目移りしてしまいそうなメニューの数々でございます。実は常連さんにお菓子研究家の方がいるとのことで、アドバイスを受けながら今でも新しいお菓子が誕生しているということでございます。続いてご紹介しますのは、マキネスティーコーヒーさん。こちらはアメリカ・シアトルのカフェの雰囲気をそのままに、技術の高いバリスタさんのコーヒーとアメリカンスタイルのスイーツを楽しめるお店になっています。
お店の入り口にはエスプレッソと書かれたおしゃれなネオンサインも特徴的でございます。そんなところからもコーヒー豆の焙煎に対するプライドとエスプレッソへの愛が伝わってきます。店内に入っていただきますと、落ち着いた照明とシルバーと淡い木目調のインダストリアルな空間も特徴的。先ほどまでご紹介してきた喫茶店とはまたちょっと違った雰囲気のおしゃれな空間です。日本を訪れる外国人観光客にも人気のこちらのカフェは、今でこそよく見かけるようになりました本格的なスペシャルティーコーヒーを日本でいち早く取り入れたお店だとのことです。スペシャルティーコーヒーについてはこのチャンネルをご覧の方は知っている方も多いと思いますけれども、通常のコーヒーに比べてさらに高いレベルの香りと風味を持つコーヒーのことを指しています。スペシャルティーコーヒーの判断基準としましては、日本スペシャルティーコーヒー協会が定めるカップ評価基準に基づいているということなんですけれども、その評価基準をいくつかご紹介しますと、コーヒー自体のクオリティはもちろんのこと、甘さや酸味、口に含んだ質感、風味自体のプロフィール、後味の印象度、そしてそれら全体のバランスから決められているとのことなので、一定の基準をクリアした鮮度の高いコーヒーと認識していただくと間違いないかなと思います。こちらの店ではこだわりの焙煎技術と十分にトレーニングされたバリスタさんが在籍しておりまして、信頼できる農園の産地の景色が見えるコーヒー豆を使用している点も評価できる点です。実はコーヒー通の間でも有名なお店だとのことです。こちらの店は最初2000年9月に東麻布にオープンしています。シアトル在住のオーナーさんが東京にも美味しいカフェを作りたいという現地で人気のある信頼できるカフェエスプレッソピバーチェが焙煎した豆をクール便で毎週輸入してコーヒーを提供していたとのことです。さて、この日に注文しましたのはアップルパイとカプチーノ。アップルパイは中にリンゴがたっぷりとゴロゴロ入っていまして、見た目だけでもワクワクするようなメニューです。それられたアイスクリームも抜群でございました。合わせて注文しましたカプチーノはふわふわのフォームドミルクが乗っていまして、バリスタさんの心のこもった一杯をじっくりと味わうことができます。もちろんエスプレッソにもこだわっていますので、そのエスプレッソの味わいを感じつつ楽しむことができます。今回注文しましたアップルパイ以外にもアメリカの家庭でよく作られる定番のスイーツの数々があります。例えばマフィンやフルーツタルト、週末にはココナッツクリームのパイなども提供されるとのことで、すべてお店のスタッフさんの手作りになっています。ぜひこだわりのコーヒーと合わせて注文してみてほしいです。そして最後にご紹介しますのはユニカフェさんです。こちらの店は北欧をイメージしたナチュラルで柔らかい色調のインテリアにあふれるカフェ。こちらは入り口の様子を映しているんですけれども、レトロなビルの1階をリノベーションしたシンプルなグレーの外壁が特徴的です。加えて木でできた扉が印象的でございまして、隠れ家的な空間で楽しむことができるのも嬉しいポイントです。中に入りますと木で作られたテーブルや椅子が並びまして、一人でゆっくりできるカウンター席やおしゃべりにぴったりな二人掛けのテーブルもあります。大きなテーブルにソファー席もあって、グループでまったりすることもできるこちらの空間、白い壁に落ち着いたデザインの吊り下げ式の照明やテーブルランプも可愛らしくて、心からほっとしてリラックスできるようなカフェになっています。こちらの店名につけられていますユニはフィンランド語で夢という意味、夢見心地で過ごせるカフェを作りたいという思いから作られています。名物のスイーツはイタリアンレストランで経験を積んだシェフさんが素材にとことんこだわって心を込めて手作りで制作されています。ランチやパンに関しましても人気メニューになっているんですけども、こだわり素材で作られた自家製のデザートを目当てに訪れる方が本当に多いとのことです。例えばタルトやパイは秋にはお芋と栗のタルト、パンプキンパイ、春にはベリーとピスタチオのタルトやいちごとカスタードのホットパイと季節ごとに新作が登場しますので、そういった取り組みも人気の理由になっているのかもしれません。それ以上に人気なのがプリンやチーズケーキのシリーズ。基本のベイクドチーズケーキは濃厚さの中にさっぱりとしたレモンの酸味が感じることができまして、中は柔らかい一方で全粒粉を使用した下地は香ばしくサクサク、その食感のコントラストを楽しみながら味わうことができます。季節ごとにショコラバスクチーズケーキや黒ごまチーズケーキなど限定ケーキも登場しているとのことです。またプリンも注目のメニュー、卵黄と生クリームをたっぷりと使った濃厚な味わいと滑らかな食感を楽しむことができます。口に含みますとバニラの香りもしっかり楽しむことができますので、ぜひじっくりとゆっくりと味わってほしいです。またこのプリンを主役にしたプリンパフェもちょうどいいサイズになっていまして、見た目も可愛らしいので
インスタグラム等でも話題になっています。そちらのプリンパフェに関しましては14時からの提供になっていますので、その点だけご注意ください。またランチメニューに関しましては15時までになっていまして、肉、魚、カレー、ドリア、デリの5種類のメニューがこの日は提供されていました。おそらく日替わりで変わっていくかと思いますので、実際に訪れていただいて気になるメニューを注文してみてほしいです。さて、こちらは5人注文しましたいちごのバスクチーズケーキのセット、そしてセットカフェラテになっています。カフェラテにする場合はプラス100円でいただくことができますので、その点だけご注意ください。こちらのいちごのバスクチーズケーキは春の新作になっていまして、トロトロの生地の中にいちごのプチプチを感じることができるようなメニューです。さらにその上にいちごのクリームといちごのソースがかかっていまして、春らしさを感じられるメニューになっています。またセットのカフェラテに関しましてはラテアートも添えてくれますので、そういったところも楽しめるポイントです。こちらのお店に関しましては電話で予約もできますので、事前に予約して訪れるのもおすすめです。営業時間としましては水曜日から日曜日は9時半までやってるんですけれども、月曜日と火曜日は6時までになっていますので、その点だけご注意ください。あとは定休日が少し不定期になっていまして、そちらに関しましてはインスタグラムに掲載されていますので、事前に確認してから訪れることをおすすめします。以上、今回は錦糸町からおすすめカフェを5選ご紹介しました。ニットさんやミカトさんのようにレトロな喫茶店の空間もありながら、2000年以降に誕生したスミダコーヒーさんのようなこだわり空間もありますし、シアトルを参考に作られましたマキネスティコーヒーさん、そして最後にご紹介しました隠れ家的なユニカフェさんなど、様々なカフェを感じることができたかなと思います。他にも私自身気になったお店がたくさんありましたので、こちらの動画が好評だったらパート2も作ってみたいと思います。また錦糸町に加えて他の東京下町エリアとしましては、蔵前や浅草、押上など過去の動画でもご紹介していますので、ぜひそちらも確認していただいて東京観光等の参考にもしてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。